こんにちは、詐欺師の皆さん。あのね、吉谷さん、マトリックスアフィリエイトにしても、それからフォーチュンビジネスですか、あの辺にしても、多分ですけども、ああいう風にね、姑息な手段で人をだまくらかしてお金を手に入れた人って、その後同じルートに出てこれないんじゃないかなと思うんですよ。いや、正直ね、詐欺をやったのかどうかっていうのは明確には、まあ最高裁の判決が出てない以上言えないところがありますけども、約束を守らなかったという事実は事実だと思うんですよ。想定される約束を果たされると思ってお金を払った人は、そのお金がね、報われることなく約束は果たされずに、まあとんずらこかれた結果が、そういうふうにね、向かわなかった。要するにね、結果の保証は当然ですけどもないんですよ。でも結果に至るまでの原因を全然いただけなかったというところではとんずらこいたかなと思うんですよね。だからね、なんかね、もったいないなと思うんですよ。で、私はこうやって何回も何回もお金を取られちゃった方だから、ネタにできるんで結局元が取れるんですけども、でもお金を取っちゃった方ってのは、その時は良かったかもしれないけども、その後の長い人生でもう取り返しがつかないというねそんなところに来ちゃったのかな。それこそ SNS も開けないし、 Twitter もできないし、 YouTube なんて持ってるほかだし、まあマーケットからソース感ですよね。だからやったことは全てね、未来にツケを残すんだなと思うんですよ。いや、そう考えたら気の毒だなと思いますよね。私がね、あのマトリックスアフィリエイトをなんか話題にすればするほど、これ動画残るじゃないですか。メタ流星どうしてるんだろうかと、 YouTube 久しぶり見ようかなと思ったら、あ、また久保さんが喋ってるよって、やべえとか思ってね、顔忘れねえぞみたいなね今度ね、プロダクトローンチでこいつに気をつけろみたいなねそんなことやってもいいかなと思うんですけどね。まあ、あの頃はひどかったですね、いろいろと。誰が悪くて誰がひどかったのか分かんないんですけども、どう騙すかってところにみんなで加担してたんじゃないですかね。で、私はね、一人だけ自分の責任の持てることしかやらなかったという点ではね、自分の残してきた実績以上のことは語らなかったってことで言えば、等身大の発信だったんで、損をしたかなとそのことで思ってたんですよ。みんなそんなことやってんだみたいな、いわゆる嘘をつくことを下駄を履かせるとかね、盛るっていう言葉でまあごまかしていたんでしょうね、自他ともに。でも必死で働いて期待をかけてね、信じてお金を払ってくれた方の信頼を全て奪う行為ですから、やっぱりどう考えても正当化できないなと思うんですよね、そこに関わった人全てがね。で、私はまあ少なくともそのズルの加担はしなかったかなというその矜持がねありますんで、意図して人を騙すことはないわけなんですよ。結果的にそういうふうに取られかねないってこともあったのかもしれませんけども、私は1ミリたりとも意図してね、例えばセルフバックで稼げるよって言って、稼げないわけないだろこれというところなんですよ。もちろん私のサポートを受けなくて稼げませんでしたって人はいたかもしれませんけども、サポートをお願いされて私はサポートしなかったことはないですね。特に即日ですから、私の場合は即日動画でお返ししましたからね。この堂々さが強みだと思いますし、いや、サポート受けてませんよって言っても、まあ例えばね、 LINE とかメールのやり取り残ってたりとか、そこで提供した動画のコンテンツっていうのはね、私は自分のそのアカウントに残ってるんで、ほらここでこういう風に動画送ってるでしょ、日付も入ってるでしょってことがいつでも言えるのは本当に強さだなと思いますんで、今までやってきたことがこれからの自分を助けてくれるという風にまとまるのかなと思います。逆にですね、今までしでかしたことがこれからの自分の人生の足を引っ張ると、これも同じようにね、真実だと思うんですよ。特にね、しでかしたことっていうのはなんかね、金利みたいなのがついてるんですよね。人の恨みとかね、仕返しってものには利息がついていて、なんか倍返しとかっていう言葉がありましたけども、あんな感じでね、知名度を食らうんでしょうね、きっとね。何枚多分、何枚多分、いってらっしゃい。